整形すぎて整形の回数がもはやわからないです。皆さんこんばんは。どうも桜井ののかです。はい、よいしょよいしょ。なんか最初の一言から始まるこの自己紹介っていうのも、はい、久しぶりな。そうね、そうです。はい、久しぶりなんですけれども、私ね、もう YouTube 始めて実は1年半経ってるんですね。で、登録者数が20万超えしたということで、いつも見てくださってる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今回は今まで、私その YouTube をやる前から整形を繰り返していて、で YouTube 始めてからもう何回も整形してるんですけれども、 YouTube を始めてから1年半の中で今が一応、ある程度完成形の顔なんですけれども、もしかしたら今の顔より可愛い顔があるんじゃないかなって自分で見てもっていうところをね、見ていきたいなと。1年半かけて私の、顔の歴史を今日は見ていきたいなと思って動画を撮ってます。まずね、この一番最初あるじゃん、はい、一番最初、一番最初の、自己紹介動画見てるんですけど、これは全然今の方がいいなと思います。はい、でそのね、実はその次なんぶっちゃけ動画、この頃かなり綺麗ですね。これすごいね、評判良かったんだよね。はい、でこれはちなみにだけど、一番最初に撮った自己紹介動画の多分1週間後とかに撮ってるんで、ね、1週間後ですね。だから整形してないんですよ。だからなんでこんなに写りが違うのかっていう、ライトニングと角度っていう。1回目の撮影の際なんですけど、なんかかなりもう泥酔でなんかしんどそうだったなっていうのを覚えてますね。これ結構評判良かった。そうです。あ、でも今の方が好きかも、言うて、うん、どうなんでしょう、ね、皆さんどうですか。今の方が幼く見えます、ね、よっしゃ、それを目指してやってますから。このコラボしてるやつはね、はい、あ、この頃確かにちょっと顔違くない。違った気がします。あ、そうです。二重が違うんだよ。なんかでも重たいな。まあ、むしろ今の方がいい。これ328万再生いってるやつ、これ嫌いじゃないけど、ただ今よりはって。そうですね、うん、だからなんかやっぱ可愛いの見てほしいよね。これバズっちゃったけど、めちゃくちゃ。そうっすね、うちの場合ね、歴史がうんぬんっていうよりはね、やっぱねダウンタイム中なのに動画を撮るから、これちょっと今と近いんじゃないかな。この時の顔、今と似てる。髪型か。髪だと思います。でこの顔結構好きだけど、これは何個前ぐらいですか。これ何個前する？結構前、もう1年前だもん。これあんまり再生されなかったけど、うちこれ結構好きだったよ。丸丸するたび1万円失いますって言って。これ多分ね、引っかかった？いや、ちょっと改めて見ないとわからないですけどね。ちょっと半年後ぐらいにね、なんか年齢制限かかったりとかしてる動画も一部あるので、規制でちょっとおすすめが伸びなかったかもしれない。これ面白かったですけど。面白かった。りょうさんにメイクしてもらってるやつとかは結構評判で良かったけど。そうですね。まあこれはもうね、じゃこれは違うわ。顔はキモいんだけど、りょうさんのメイクが上手かったからだった。でもこれでもう5ヶ月前ですよね。5ヶ月前、もう全然違うと思うよ。あ、でこのなんだっけ、歌舞伎町ナンバーキャバ嬢が大喜利で本気出してみた。はいはい、この時の顔評判良かったし、うちも結構好き。同じ5ヶ月前でもりょうさんとコラボしたと、エンリケさんとコラボしたじゃん。はい、だこれもうち結構好きなんで、髪サラサラ、髪サラサラなのめちゃくちゃ今心がけててさ、頑張ってるんだ。そんなエンリケさんに、ののかちゃんもうすっぴんでも超可愛かったって言ったのが、新型コロナウイルスに対する経営者としての今の私の気持ちっていう、このすっぴんの動画がすごく評価。まあもうここら辺になるともう今だよね、正直。でもこれ良くない？エンリケさんが言うようにね、これ今まで見たののかちゃんで一番可愛かった。化粧した方がダメって言われるってなんか不思議だよ。ののかちゃんすっぴんの方が可愛いってなんか不思議だよね。なんかコメントでも結構すっぴんが可愛いと。あとはここだね。でエンリケさんとのこのコラボ、エンリケさん、エンリケの私生活を暴露するやつ、ここはもう出来上がってるよね、もう今や。
そうです。やっぱ満足。こう見返してみるとやっぱり一番全然違うね。全然違います。今だもんね。でこっから整形してないもん。確かに配布したぐらい首に。しかもプレート入ってできないから。この最新のとちょっと一番古いの今ちょっと画面にパッてね比べてもらおう。全然違いますね。違う。これはもう、まあ、今だからやっぱ今が一番いいわな。でもね、ナノちゃんと撮った最新のやつが最新なんだろうけど、正直エンリケさんとコラボしてる時の方が良かった。これ多分ライト的なだね。エンリケさんとコラボさ、ルームツアーじゃなくての1個前の時が良かった、はい、三脚がしょぼかったら持ってった。いやでもやっぱり可愛くなってますね。確実に確実に。あ、私ももうね、うん。皆さんは、どうでしたか。こう私の過去を何個か今振り返らせていただいたんですけど、可愛くなってるでしょって私は思うんですけどね。皆さんもあこの時の桜井ののかが好きだったとかあればコメントの方でご教示にいただければ、もう一回その手術していこうかな戻すため。いやでも確実に綺麗になっていってるのかな。なんか割と YouTube を始めた当初から皆さんコメントでもうこれ以上しなくていいよと、うん、いうコメントはやっぱいただいてたじゃないですか、うんね、でそれに対してなんか農家さんはやっぱりもっと可愛くなりたいと整形を繰り返していくじゃないですか。どっちが結局正しいのかなとかっていうのもあって今回これ、うん、でも絶対今だと思うよ、うん、なんか今、うん、実際見てみて思いましたね。ちょっとさマネージャーさコメント欄のとこにさ、はい、今の方がいいと思う人、前の方がいいと思う人でコメントとバッとコメント1個目固定して、はい、ちょっとやってよ。わかりました。ってことで皆さん、これを見た皆さん、コメント欄の方に、絶対コメントしろとは言わないんで、グッドボタン、バッドボタンあると思うんですけど、コメント欄の方に、昔の方が良かったって人はバッドボタン、今が一番可愛いって人はグッドボタンの方と、コメント欄に固定してある、コメント、はい、説明書いておくんで、そちらの方にぜひ教えていただければ、はい、はい、面白いのかなと。これ見るの楽しみだね。そうですね。いいんじゃない。今が一番いいけどな、やはり、うん、改めて見てやっぱそうだと思いますよね。まあ、佐々木のぞみだし、はい、佐々木のぞみさんのメイクの動画の撮影後でございます、はい今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。まあ整形、そうですね、実はまだしたい箇所がいくつかあるんですけれども、まあ、こんな感じにちょっと顔面今麻痺しちゃってて治らない状態なので、これ以上しない方がいいかなと思いつつ、でもやっぱり自分の中ではね、まあ、1年半前から、今にかけて、まあ、今の方が可愛くなってるのかなって思うと、やっぱりまたしたいなって思ったりとか、まあ、ちょっとせわしい、気持ちでねいるんですけれども、はい、なんなんでしょうね怖いですね、整形依存は。そうですね、はい、整形依存なのかな、うん、何をとってもね、リスクはつきものです。私みたいにね、顔を半分下もう麻痺してずっとビリビリしててしびれてる状態ね、続いちゃってるんで、私はだから、そのまあ整形ね、私は今の自分の顔結構満足してるのでね、いいんですけど、ただねこのしびれと一緒付き合っていかなきゃいけないのかってなると、こんなにやるべきじゃなかったなって思う。正直なところです、はい、なのでね、整形考えてる皆さん、ぜひね一度必ずリスクがあるということをねちゃんと心に留めてからカウンセリングにね行っていただけたらなと思います。はい、この動画がいいなって思った方はぜひともチャンネル登録、そして高評価コメントの方お待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok の方もしておりますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。桜井ののかでした。じゃあねー。